今日ですけども、もう右膝の痛みがもうずっと治らなくて放置してたんですけど、もうあまりにも痛くって、やっと整形外科に受診に行ってきました。原因はお水が溜まってるそうです。あと、リハビリの仕方を教わってきまして、このお皿をの周りをこう押さえて、やっていくといいと先生から教わってきたので、頑張ってリハビリしていきたいと思います。あと、これを処方されてきたので、これを塗っていきたいと思います。あまり痛い時は冷やしてくださいということなので、やっていきたいと思います。これから頑張ってリハビリやっていきたいと思います。早く痛みがなくなるといいなと思ってます。でも原因が分かったので、ちょっとほっとしています。